めんこ太郎と言います。こんばんは。最近、YouTube のレイカさんという方と一緒にデュエットをさせていただいております。そのレイカさんの挨拶が書いてありましたので、突っかえるかもしれませんけども、ちょっと読んでいます。暑い日が続いております。皆様いかがお過ごしですか。ふと思い立ち、2ヶ月前から YouTube への投稿を始めました。どんな風になっていくのか思いもよらなかったんだけど、優しい男性方のサポートで毎日とても楽しい日々を暮らさせていただけてます。感謝の気持ちでいっぱいです。気持ちにお答えするには精一杯の心を込めて歌を歌うことだと思っています。拙いチャンネルですけど、これからもどうぞお付き合いいただけますようよろしくお願いいたします。うまくはないんですけど、いろんな方と楽しくデュエットソングを歌ってみたいです。以上です。でタイトルが、ささやきと吐息と情熱とということです。先ほど携帯の方に電池が止まったことが入りました。失礼しました。それでは、先ほど石原裕次郎さんの赤いハンカチを歌ったんですけども、今度は二人の世界を歌ってみたいと思います。どうかよろしくお願いします。味わいのある、哀愁な声だったですね。特に最後は。僕の今夜のネクタイを焼いて夜だ。
一つ消えてゆく別れが切ない泣いとくなる恋のクラブよ。どうもありがとうございました。すいませんでした。